インディ・ジョーンズのファンの皆さんが集まっていた。ああ、そうですか。それは嬉しいです ね。兄弟仲良くやっていきたいですけども、兄ちゃん、インディ・ジョーンズとか好きなの？絶対好きやん、こんな格好してんねんから。え、見たわかるやん。これ、これインディ・ジョーンズよ。これインディ？なんか大きい岩かな、こう、後ろガラガラガラーって、あれも、で、あの、その、壁から毒や。あ、シュ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 、あれもすごかったな。あとあのゴールデンアイドルをさ、あのインディーが撮ってやで、ちょっと遺跡がまあ崩れんねん。で、それレイダースばっかりやな、サッカー言うてんの。いい意味で頭空っぽにして没頭できる映画やと思いますんで、皆さんぜひね、あの考え事とかも全部なくして、もう映画の中に入り込むイメージで見ていただけたらなと思います。楽しんでください。あまり面白くないコメントでした。ちょっとやめてくださいよ。甘かったんちゃうの？甘かったんちゃうの？厳しい、急に厳しいやん。面白くして帰ります、帰ります。いや、帰ります。いける。もうこの方と今日 NG にして帰ります。おはようございます、ジップです。おはようございます、ジップ。ほんまにずっと思ってるのが、はい、こういうイベント時々呼ばれたりするんですけど、普通の過去で出たこと一回もなくてなんかね、完璧じゃないですか、いつもいつも完璧じゃないの。何これ、もうこれちょっとプラプラやねん、雑誌のフロープラプラやねん、ロープの、ムチ細いのよ、ムチ細いのよ。いや、その一番恥ずかしいのは、こっちインディジョーンズ、こっちがもうフォーマル普通の格好で漫才するっていうのがちょっとやっぱり恥ずかしい。お笑いの世界入ってきてることが大冒険です、ね、しかも2人兄弟ですから親がインディジョーンズの気持ちですお笑いのね、はい、やっぱり魔球っていうのはとんでもない茨の道ですね。下手ですでも僕らのゴールっていうか目標がやっぱ80歳まで漫才をやる、80歳の漫才がゴールみたいな。そうですね、おじいちゃんになって、うん、亜生君がまだ僕のことをお兄ちゃんって呼ぶっていうのをやっぱり叶えたい、うん、今はそのよそ行きでお兄ちゃんって呼んでてその僕プライベートでは兄って呼んでるんでその70ぐらいで兄って呼びたいなって兄あのさニアンさん、ちょっと今度ケンさんに、ケンさんついてきてくれ一人で行けよみたいな、なんかね、そんな漫才ができたらいいなと思います。